ケイチしないでよ、もうバッティングとして甘えなくてるっちゅうよ。怖いわ。ジェイちゃんだってもう一回マッピングしないといけないよ。ジェイちゃんすごいたくましいね、やっぱり。落ちるんじゃない、落ちない。あ、これ動かしてない。ダメだ、もう一回やり直さなきゃダメだよ、ジェイさん。これ、まあ、とりあえずテストドライブだから今。ジェイちゃん甘いになってる。これ猫を上に置かなきゃダメ。ちゅちゅ乗ってもいいんだよ、それ。あ、初めて。ダメだこれ。もう掃除なんで。すごい。すごい。すごい。チェルちゃんのニャルソックがすごい。あ、ちゃんとカーペットの上までやってくれるんだ。はあ。バスルームの中には入らないで。入ったら持っててこられない。あー、もうバカだ。ここし。すごい。チェルちゃんがいれば安心だね、家も。このトイレの中も入らなくていい。入ってほしいけどね。トイレさ、結構さ、トイレットペーパーのさ、あのカス、なんかトイレットペーパーから出るホコリが結構すごいんだよね。またちゃんとさ、端っこまで掃除してほしいな。位置を確認しました。あ、もう一回やり直してるんだ。そう、自分のいい場所を確認してる。そうね。ジェルちゃん、ジェルちゃん、ジェルちゃん、そっとしておいてあげて。この下に置いてある小さいカップかな。じゃあ取ってもいい。チョコちゃんがいつもあそこでさ、寒そうにしてて、あそこ気に入って座ってるから。退治しちゃって。ジェイちゃん、ジェイちゃん怖がってるよ。ジェイちゃんのことを。
ちゃんに反応しちゃってんの。ほら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 。うん、あとで取る。みよちぇるちゃん来なくて、まずこっから出してあげてね。ごめんね。ちぇちゃんちぇ、怖いわ。ちぇちゃん、行き先阻まないで。結構吸ってるよ。見える？やっぱり。うん。さっき俺もそこ、あ、ここで落ちてるなと思って。前の髪の毛の方も落ちてる。ここも綺麗になった。ネジのところ。これは助かるな。手が調子いい。まあ動かすのが夜12時とか1時とか、うん、1時には2時でもいいんじゃないですか。動かすのが、まあ、1時だと私たち起きてることあるから。でもここにはいない、うん、あ、その下に入れないっていうのを思ったら、あ、でも、あ、取れてない、この下は。ほら、あ、取れないね。そこだけはね、入れないし、まあ、それはもうしょうがない。まあ、限界ある。あれ、チョコリンがいなくなったね。限界がすごいんです。チョコちゃん、あ、チョコちゃんいた。チョコちゃんは興味ないの？